この時ね、こういう問題の時一番問題なのはね、はい、なんでそんな肉弾特攻するんだと、あの飛行機の特攻もね、別に特攻なんておかしいっていう人がいるんだけど、僕はこの時親父がね、ちょっと旅順の海軍の、魚雷の推進の計算をしてたわけですよ。京都大学の数学出て、軍隊と関係なかったけど学校の先生だったんだけど、もう計算が間に合わないっていうんで、それで行ったの、その時僕から子供が2人一緒に、母親もね、なんで行ったかは分かんない、あの親父は終戦後あんまりそれを話したがなかったから、あの言わなかったんだけど、ちょっと思い出して、それでそのここで守ってくれたから、僕は生きてるわけですよ、ね、その時にね、彼らが特攻しなかったらね、僕は今いないんですよ。だからね、多くの人がこれを間違ってるわけですね。だからね、これも失礼しました。あそこで特攻して、キャタピラに突撃したから、その僕がいるわけですよ。まあ、あの私たちはね、旅順の海軍にいたから、一般の引き上げ者がいるからずっとよかった、本当にね、まあ、そうですね、過酷なね、だから状況でね、特攻なんか意味がないって言うけど、とんでもない話ですよ、あれが特攻してくれたから僕ら何万人が逃げてきたんですね、そういうことですね、それは断固として伝えなければいけませんね、まさに